やはり君たちも童話果実への欲望に駆られてついてきたんだな。普通の木のうろにしか見えないけど、アランナラの痕跡なんかどこにもないぞ。いや、目は惑わされても心は惑わされない。心を込めて見たまえ。さすれば君たちも収穫を得られるはずだ。心を込めて見るの意味はわかんないけど、とりあえず木のうろの周りを調べてみようぜ。あ、紙切れがあったぞ。タンジさんの言ってたアランナラの痕跡だったりして。おい、読みにくい字だな。どれどれ。アランナラもキノコの見分け方を覚えなくちゃいけないのか。また紙切れを見つけたぞ。こっちにはこの木のうろは私の城って書いてある。確かに童話のアランナラが言いそうな言葉だな。ここにもあるぞ。もし私が頭の切れるアランナラだったらよかったのに。だって頭の切れるアランナラってどっちがポイントなんだ？頭の切れるか、それともアランナラ？